ISS に接近する K-1 宇宙船のイメージズロケットプレーンキスラーは最使用型宇宙船の開発を行っていたアメリカ合衆国の企業である。2006年にロケットプレーンリミテッドがキスラーエアロスペースを買収して誕生した。当初はオクラホマ州を拠点としていたが後にウィスコンシン州へと移転している。ロケットプレーンを親会社としており 他の子会社としてはロケットプレーングローバルが存在していた。2006年に開発中の K1 宇宙船が NASA が進めていた民間企業から i s s への物資輸送能力を調達するコッツ計画の候補として選ばれるなど、同時期に民間宇宙飛行を進めていた企業の中では有力な存在とみなされていた。しかし、その後の資金調達に失敗し、契約は打ち切られ、 2010年7月にロケットプレーン、ロケットプレーングローバルと共にチャプター7の適用を受け倒産した。同社の資産は2011年12月にスペースアセット LLC に買い取られている。ありがとうございます。